皆さんこんにちは。島村楽器みんな町田店アコースティックギターインストラクターの川原祐介です。今回の動画は弦についてついに5段。今回お届けする弦はマーチンに戻ってきました。マーチン SP、ライフスパンというコーティング弦です。ブロンズ弦なんですけれども、コーティング弦はやっぱりブロンズ弦であるべきかなと思います。フォスファーブロンズとブロンズ弦を比べるとやっぱりブロンズ弦の方が若干持ちが短いというか、フォスファーブロンズの方が、少し錆びてもあんまり音質が変わらないかなと思うんですけども、いよいよブロンズ弦のコーティング弦を比較してみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。マーチン SP、ライフスパンコーティングの、8020ブロンズ弦でした。悔しいというか、やっぱりマーチンのブロンズ弦の音はすごくいいですね。張り立ての音が、この音がずっとの続いてくれたら、やっぱりこの弦が僕は一番、アコギとしては理想の音なのかなと思ったりもします。ただやっぱりマーチンの弦はすごく残念なのは個包装がないなので、もし弦が切れてしまったりとかした時は単品で変えられないのかっていうようなのもあったりとか、するんですけれども、いかがでしょうか。あとはやっぱりこれはライフスパンでコーティング弦なので、ちょっと、持ちがどれぐらい続くのかは楽しみですが、やっぱりコーティングしてない弦は僕の印象ではあんまり持たない、1週間持ったらいい方かなというのが僕の印象です。あまり手汗をかかない方とかで、いわゆる弦殺しとか言われるような、弦がすぐ錆びてしまうような方でなければ、マーチンの弦は非常にいいのかもしれないですが、僕の手にはちょっと合わないみたいです。はい、はい、あとですね、前回貼っていたヒストリーのブロンズ弦なんですけども、なかなか会員様には好評でですね、自社ブランドなので、マーチンとか、ダダリオに比べると有名ではないんですけれども、なかなかいいじゃないですかというお声をたくさんいただきました。ぜひ皆さんも試していただければと思います。はい、今回はマーチンのコーティング弦を試しましたけども、コーティング弦といえば、エリクサーみたいな代表格の弦もありますね。こういった弦と比べたとき、マーチンあるいはそのエリクサーがどれぐらい違うのかっていうのも比較していきたいなと思います。次回以降もお楽しみ。はい、今回コーティング弦を貼ってしまったので、しばらく持つと思います。今まで2週間で、貼っていたんですが、もうちょっと持つかなと思いますが、一応2週間後の音も撮ってみようと思います。今回ヒストリーの2週間後の音、前回アーケードの2週間後の音も記録しましたので、それと比べてみようかなと思います。弦自体はちょっと2週間以上もう全然持つと思うので、次回はクラシックギターの弦をちょっと試してみようかなと思います。はい、今回の、比較動画はいかがだったでしょうか。気に入った弦があったらぜひご覧いただければと思います。いろんな弦がたくさん揃ってますので、質問などございましたらお気軽にお待ちください。皆さんのご来店お待ちしております。